どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、やばいキャンペーンが開始になりました。ということで、アメリカンエクスプレスのリワードポイント、マリオットボンボイポイントに交換すると50、50%レートアップキャンペーンが来ましたので、本日はこちらの解説、やっていきたいなと思います。いやーね、これはびっくりですね。はい。アメックスのリワードポイントからマリオットポイントに交換すると50、50%レートアップキャンペーンがね、来ました。 これはね、本当にびっくりしました。これ、ツイッターで最初ね、教えていただいたんですけども、正直ね、疑いました。はい。ですので、アメックスのね、ちょっとプラチナ、ちょっと私はね、FHR とかプリンスホテルのね、朝食特典とかをね、まあ作りえー、使いたくてですね、先日ね、 この年会費が16万5000円するアメックスプラチナね、発行したんですよね。まあ、これ発行した話はね、まあいいんですけども、こちらを発行して、アメプラのね、デスクにも確認することができて、またね、レートであったりですね、またね、ちょっとキャンペーンページがね、アメックスのね、リワードポイントの交換増量キャンペーンって昨年もあったんですけども、公式サイト見づらくて、このメンバーシップリワードポイントっていうね、このアメックスのポイントは、 メンバーシップリワードプラスに加盟しているとレートが上がったり、参加してないとね、レートが下がったりということで、公式サイトもね、非常に見づらいっていう風になりまして、ちょっとね、これ間違ってんじゃないかなと思ってね、はい、アメプラのデスクとかもね、確認させていただいたわけなんですけども、 はい、こちら間違いない。しかもね、上限もなしっていう風になりますんで、アメックスのリワードポイントといえばですね、こちらですよね。アメックスゴールドプリファード。今ね、100万円利用していただくと、最大で、ね、13万ポイント獲得することができますよね。 このね、アメックスのゴールドプリファードはメンバーシップリバードプラスって本当はね、グリーンとかビジネスゴールドとか、まあプラチナ無料なんですけども、それ以外のね、プロパカードだと有料なんですよね。年間3300円かかるっていう風になるわけなんですけども、このゴールドプリファードはその費用が無料なんですよね。ですので、今回このキャンペーンでポイント獲得した方でマリオットポイントに交換したいですよっていう方は、 手数料もかからず、またね、50%レートアップでマリオットポイントに交換することができるっていう風になりますんで、これはね、めちゃくちゃ朗報ですね。こちらね、まあどういった感じで利用することができるのかっていうのをですね、解説でやっていきたいなと思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。 はい。ということで、こちらはね、公式サイトになっておりまして、えー、URL ね、一応貼っておきますけれども、これがね、ちょっとね、最初分かりづらくて、レートがね、ここに書いてあるんですけども、2000ポイント990。まあ、これがね、メンバーシップリワードプラスに加盟しないポイント交換率っていうふうになりまして、これが通常なんですよね。 で、メンバーシップリワードプラスに加盟すると1000ポイントが990ポイントにね、マリオットボンボイポイントにアメクソリワードポイントね、交換することができるんですよね。で、今回のキャンペーンはさらにここから50%レートアップということで、これにね、50%ねレートアップで交換することができるっていうふうになるんですよね。ですので、990ポイントの50%増量だと、1000ポイント、1485ポイントにね、 交換するることができるっていう風になりますいやーすごいですよね。こちらの期間なんですけども、2024年4月1日から5月31日移行分までっていうふうになります。で、マリオットへのポイント交換が初めての方は、5月15日までに手続きくださいということで、こちらね、アメックスからのポイント交換ってめちゃくちゃ早いんですよ。 本当に外資系のマイルとかだと当日とかにね、交換することができるんですけども、初回はちょっとね、時間かかったりいたしますので、もしね、このキャンペーンでアメキストリワードポイント交換されたいっていう方は、とりあえずね、1回目早めにね、あの申し込んでいただいて、 それの後はですね、ギリギリでも大丈夫かな、なんていうふうに思いますので、こちらだけね、ご注意ください。で、ポイントの付与 B なんですけども、ホームキャンペーンで追加加算されるマリオットボーポイントは、キャンペーン終了後8週間以内にマリオットアカウントに付与されますということで、まあ大体ね、8週間でなりますんで、2ヶ月ぐらいですかね、キャンペーン終了期がね、5月31日っていうふうになりますんで、まあ大体6月ですよね、その8週間後っていうふうになりますんで、 まあ、たい8月ぐらいに、まあ、ポイント交換増量分がね、付与されるっていうふうになります。先ほどから話しているゴールドプリファード。このカードはメンバーシップリワードプラスに、自動かつ無料で登録されるっていうふうになりますので、このカードでポイント交換される方は、もうそのままね、マリオットポイントに交換していただければ50、50%レートアップが適用になって、1000ポイントが1485ポイントにね、交換できると思うんですけれども、 プラチナ、プラチナビジネス持っている方は、まあ大丈夫だと思うんですけどもね、こちらメンバーシップリワードプラスね、無料なんですけども登録が必要。で、それ以外のゴールド、前のゴールドですね、で、グリーンで、ビジネスのグリーン、ビジネスのゴールドありますけども、このカードの方はメンバーシップリワードプラスね、3300円かかるっていう風になりますんで、交換されるっていう方は登録をしていただいて、登録が完了してから、 ポイント交換していいただかないとで、すすすねレートがで、ね、で、えー、悪くなななってしまうっていう風になりままううといいいにりのでこの点ご注意いただければなと思いますで今回のキャンペーンがですね、どういった感じでね、利用することができるのかっていう話なんですけども、このゴールドプリファードですよね、今ね、新規入会キャンペーンが、えー、強化されておりまして、まあ、合計100万円ね、えー、利用していただくとですね、13万ポイントがね、獲得することができるということで、またね、 年間200万利用したりするとね、無料宿泊券とかももらえたり、またメタル券弁になってね、発行された方、発行しようと思っている方ね、非常に多いと思うんですけども、まあこちらでね、あの利用した場合ね、こちら紹介プログラムのね、あの特典なんですけども、これだと13万ポイント獲得することができるんですよね。で、これを全部ね、マリオットポイントに交換するとどうなるのかっていう話なんですけども、 こういった形でね、利用することができるっていう風になります。まずね、13万ポイントね、100万円達成していただくと、獲得することができるっていう風になりますんで、13万ポイントね、獲得して、それでね、計算させていただきますけれども、一応ね、このレートアップキャンペーンね、5月31日までなんで、まあ、それまでにできるだけ早くね、 あの、100万円使っていただく必要はございますけども、まあ、こちらね、獲得して、えー、ゴールドプリファードはね、先ほどから言っている通り、メンバーシップリワードプラスね、自動登録、また無料で利用することができるっていうふうになりますんで、えー、本来1000ポイントが990マリオットポイント交換レートなんですけども、今回のキャンペーンで1000ポイントが1485マリオットポイントに交換することができるんですよね。まあ、これをね、全部マリオットポイントに突っ込むとどうなるかっていう感じで、えー、全部交換するとね、 19万、えー、3050マリオットトボンンイイポイントに交換することがでできるんですよねこれすごいですよね。いつもはね、1000ポイント90、990ポイントですからね。それが、えー、1000ポイント1485ポイントのね、レートで交換することができるっていう風になりますんで。 これは本当にすごいですよね。で、これをね、ホテルで使おうと思ったらね、どんな感じで使えるかというと、このマリオットボンボイポイントっていうのはですね、プログラム自体にですね、ホテルのポイントを5連泊していただくと、5泊目のポイントがいらないですよっていうプログラムがあるんですよね。ですので、4万5千円ぐらいまでのホテルに5泊するのにですね、こちら利用することができてしまうっていう風になりますので、 これすごいですよね。もちろんね、19万3000なんで、まあ20万円。 ポイントまでね、頑張って貯めていただいて、それで利用するとね、5万ポイントのホテルに、まあ、5泊ね、利用することができるっていうふうになりますんで、これ、すごいですよね。ぜひね、アメックスのゴールドプリファードね、発行検討されている方は、またね、発行した方はですね、えー、ホテルね、利用されたいっていう方は、ぜひこういった感じでね、利用していただければなと思います。マリオットアメックスとかね、持ってなくてもマリオットボンボイポイントにね、あの、会員登録すれば、こちら交換することができるっていうふうになりますんで、まあ すまり、あの、データス持ってない方はですね、すどまりにはなってしまうかもしれないんですけども、入会特定のポイントをマリオットのポイントに交換していただければ、ホテル5泊ね、利用することができてしまうっていうふうになりますんで、これは本当にすごいですよね。で、マリオットポイントはね、マイルにも交換することができるっていうふうになりますんで、じゃあマイルに交換するとどういった感じで利用することができるのかっていう話なんですけども、19万3000ポイントね、あればですね、 このマリオットボンボイポイントっていうのは6万ポイントを交換するとユナイデッド航空だったら3万マイル。 それ以外だと2万5000マイルにね、交換できますので、6万ポイント、まあ18万ポイントを使って、9万マイル、UA9 万マイルにね、交換するのもいいと思いますし、まあ、JAL マイルであればですね、7万5000マイルに交換することができますし、アラスカエアカナダとかね、ここら辺であっても7万5000マイル。アメリカン航空だけね、6万ポイントで2万マイルになってしまいますんで、6万マイルですね、ね、なるっていう風になりますので、まあこれでね、ビジネスクラスとかを発見していただくっていうのも、 かなりありなのではないのかなと思います。で、ANA マイルにね、交換されたいっていう方は、こちらね、マリオット通さないで、あの、アメキスのリワードポイントっていうのは、年間4万ポイントしか交換できませんけども、1ポイント1マイルでね、追加5500円、あの、ANA コースかかってしまいますけども、交換できるっていうふうになりますんで、これは ANA マイルに交換するのはね、こっちに交換して、あの、交換するとちょっともったいないので、 13万ポイントそのまま ANA マイルにね、ANA コース払って交換した方が、まあおすすめっていうふうになります。まあマイルでね、交換されるっていうのもですね、非常にいいですよね。まあアラスカエアカナダとか7万5千ですからね。はい、先日ね、アラスカ航空のね、必要マイル数変更出ましたけども、え東京から台北7500マイルですからね。はい、何往復できるんだっていうぐらいね、マイルになりますよね。で、JAL マイルなら7万5千マイルなんで、 これもね、めちゃくちゃいいですよね。で、ユナイテッド航空のマイルであれば、国内線5,500マイルで発見することもできるっていう風になりますんで、まあ、今後ね、このマリオットポイントのね、 あの、交換できる、あの、必要マイル数まとめね、回転ままた出しますので、そちらね、楽しみにしといていただければなと思うんですけども、今回ね、リワードポイントがですね、マリオットポイント50%レートアップキャンペーンがね、来ましたんでね、これはめちゃくちゃいいですね。ぜひ、まあこのカードに限らずですね、このアメックスのね、リワードポイントがもらえるっていうのは、 ここら辺のカードがね、そのポイントっていう風になりますんで、えぜひね、発行検討されてた方は、まあ、ゴールドプリファードに限らずですね、新規入会キャンペーンでポイントね、取っていただければ、50%でね、レートアップでマリオット交換できるっていう風になりますんで、ぜひね、利用していただければなと思います。はい、ということで今回ですね、アメックスのリワードポイントから、マリオットボンボイポイントに交換すると50、50%レートアップキャンペーンが来ましたので、解説ね、させていただいたわけなんですけども、私もね、今ある、 アメックスのリワードポイントね、全部マリオットにね、突っ込みたいと思いますので、これね、上限もなくね、交換することができるっていうふうになりますんで、めちゃくちゃいいですね。このアメックスのリワードポイントっていうのはですね、マイルね、交換することもできるんですけども、 なかなかね、お得に利用することができる航空会社にね、あの、交換がね、難しいっていう風になりますんで、いやね、マリオットポイントに交換できるのはね、しかもね、50%レートアップでね、できますんでね、これは本当にね、めちゃくちゃいいですね。ぜひね、こちら利用ね、してみていただければなと思います。もうキャンペーン開始になっておりますんでね。 ぜひね、こちら利用していただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が良くった方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント。最近ね、LINE 公式アカウントで、PP 診断、マイル診断、マイルクレカ診断、ポイントサイト診断ね、えこちらからね、無料で利用することができますので、ぜひね、チェックしてください。で、4月1日にですね、LINE 公式アカウントの限定の動画をね、出させていただいております。ぜひね、こちら、 本当に見ていただきたいなと思いますし、このキャンペーンね、えー、非常にお得なんでね、ぜひチェックしていただければなと思います。ちょっと LINE 公式アカウントね、登録するとめんどくさいと思うんですけども、ちょっとね、限定動画でしかね、あの、お見せすることができない内容になっておりますので、まあ、この動画見たらね、あの、ブロックしていただいて全然結構ですんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ